皆さんこんにちは。公明党代表の山口那津男でございます。この度日本国憲法が施行されて67回目の憲法記念日を迎えることとなります。この日本国憲法は3つの普遍的な原理があると言われてまいりました。恒久平和主義、基本的人権の尊重、そして国民主権主義という3つの柱であります。この3つがどういう関係になっているか改めて考えてみたいと思います。基本的人権の尊重のところは憲法で人権の章においても、また最高法規の章においても犯すことのできない永久の権利と位置づけられております。3つの原理は原則はそれぞれ重要なものでありますけれども、まさに日本国憲法はこの犯すことのできない永久の権利、基本的人権をいかに尊重していくかということに大きな柱、力点があるとこう考えます。この基本的人権を持っているのは私たち国民でありますし、またそれを享受するのも自らの国民であります。だからこそその人権を守るためには国民の代表が議会を構成し、そして政府を法律や予算やその他の規範で統制し、そして人権を侵さないようにしていく、そういう統治の仕組みの基本が重要になるわけであります。また人権を最大限に侵す行いが戦争であります。武力を使い傷つけ合う、この戦争は永久に放棄をしなければならない。そしてそれを実行するための陸海空の戦力は持たない、抗戦権を否認する、ここまで憲法で明記したものは世界の憲法の中でも極めて稀な存在であります。だからこそこの3つの原理を67年の長きにわたって国民が保持してきたということは、まさにこの長い年月をかけて国民がこれを守り抜き勝ち取ってきたと言っても過言ではないと思うわけであります。そして人の行いによってこの人権を犯すものが戦争であるとするならば、自然の脅威によってこの人権が破壊されるのが大規模な災害でもあるわけであります。東日本大震災では多くの国民の生命や財産が失われました。憲法13条では国民の生命、自由、幸福追求の権利、これは国政の上で最大限の尊重をされるということが書かれております。また25条では健康で文化的な生活を営む権利、これが保障されると生存権が謳われております。こうした大規模な自然災害から国民の生命、財産、そして生存する権利を守っていくこと、保障していくこと、これもまた政府の重要な役目であると考えるわけであります。この東日本大震災の復興はまだ道半ばであります。だからこそ最終的には地域の住宅や町づくりを形に表さなければなりませんけれども、憲法の精神から言えばそうした被害に遭われた方々の人々の人間の復興こそが求められていると、これが憲法の精神であるということを改めて確認し合いたいと思うわけであります。同時にこれからの災害のさまざまな大規模な予測がなされている中で、全国の国民の生命や財産をいかに守るための措置を施していくか、この精神に基づいて私たちは防災減災に資するこの国土強靭化基本法を作ったわけであります。それらに基づいていくつかの特別措置法も作りました。そうした法的基盤をもとにして、これからのこの人国民の生命財産を大規模な災害から守るための措置を充実させていきたいと思うわけであります。そして
先ごろ広島で核兵器の廃絶に向けての核軍縮不拡散のイニシアチブを取る国際会議、国際的なグループの外相会議が行われました。最終的に我々が目指すものは核兵器の廃絶であります。これもまた大量に人間の生命財産を奪うその最たるものであり、また日本は唯一の被爆国でもあるわけであります。だからこそこの憲法の精神に基づいて核兵器の廃絶も目指していかなければならないと考えるわけであります。さて67年の長きにわたって3つの基本原理を守り、そしてこの国の体制を固めてまいりました。しかしまた憲法は熊の大典ではない、改正の規定も持っている。しかし具体的にどう改正の手続きを進めるのかという法整備が長い時間なされてきませんでした。いよいよこの改正の手続きを実行できるようにということで、与野党の多くの会派が合意をまとめ、この度国民投票法を成案を得て国会に提出し、連休明けには衆議院で採決が見込まれる運びとなりました。おそらくは今国会で成立を図れるものと期待をしております。この国民投票法が成立することによって、18歳からこの国民投票に参加をできる道を開くこととなりました。4年後にこれを実現できるということでありますけれども、その間これまでの例えば公職選挙法に基づく選挙権や、あるいは民法に基づく成人の年齢は20歳を基準としているわけであります。これらとの調整を今後議論を進めていかなければならない、そういう課題はありますが、しかしこの国民投票法の成立によって、国会が発議をし国民投票をすることによって憲法の改正はできる、そういう手続き法が整えられることになるわけであります。これから先このいかなる憲法の改正をなすべきか、どこをどういうふうに変えるべきか、この議論はまだ序についたばかりと言っていいでしょう。公明党はこの今の日本国憲法は優れた憲法であり、3つの普遍的な原則を持っている、このいわばいい憲法であるけれども、時代の変化によって新しい価値が国民のコンセンサスを得られているとするならば、それを憲法に加えていく、いわゆる加憲を進めていくことはあってしかるべきと考えているわけであります。例えば環境権、基本的人権の中にこの人間が自らの環境、あるいは人類がこの地球という環境その下で生存を全うできるような、そういう権利を人権として位置づけてはどうかと、こう考えているわけであります。人権規定がどの範囲でどういう機能を持つか、もっと深い議論を煮詰めていかなければならないと思っております。また地方自治についても、憲法の規定は多くの規定を設けていませんけれども、しかし今こそこの地方分権や中央政府との地方自治体との関係が大きく議論されるようになっている時代はありませんでした。いよいよ道州制も提案される中で、これからの地方分権の拡充について憲法にもう少し規定を設けるべきではないか、そういう加憲もあっていいことだと思います。こうした公明党の加憲という考え方、いわばいい憲法をもっと良くしようということでありますが、同じ憲法改正を主張する党派の中には、今の憲法は基本的に悪い憲法である、あるいは他国から押し付けられたものであるからこれを変えるべきだと、ネガティブな憲法改正の位置づけを持っている、主張している人たちもおります。同じ憲法改正でも、その基本的な立場が必ずしも同一ではありません。こういった点から、もっとこの憲法の在り方について
落ち着いてしっかりと国民の理解を求めながら進めていくということが極めて重要だと考えております。さて今報道では集団的自衛権の行使を容認しようというこの安倍総理の積極的な主体的な問題意識によって報道が盛んになっております。この集団的自衛権というのは日本が攻撃されていないにもかかわらず密接な関係のある国に武力攻撃がなされた場合に日本もそれに反撃できるそういう権利であると政府は定義をしてまいりました。そしてこの集団的自衛権は日本国憲法の下では我が国に対する武力攻撃ではないから国際法上は保有を認められるけれども日本国憲法上は行使は認められないと言って長い間これを禁止してきたわけであります。この日本政府の考え方は長い間一貫して貫かれてきたことであります。この法的な安定性を持っている国民や国際社会にそうした予見可能性を与えてきた重みというものをしっかり踏まえなければなりません。公明党は今の安倍政権も歴代政権とともにこの日本政府の考え方を踏襲しているわけであります。公明党も基本的にこの日本政府の考え方と同じ主張をしているわけであります。これからいろいろな考え方が提起されてくるでありましょうけれどもなぜどのようにどうしてということを慎重に議論しながら国民の理解を求めるそういう道筋が重要であると考えます。我々はこの日本政府の一貫した考え方を基本的に尊重する立場で国際社会の状況変化にどう対応すべきか具体的な議論をしてまいりたいと思います。最終的に国民の皆様の理解を得られるように努力をしてまいりたいと思っております。さてこの憲法に関する幅広い議論がこれからなされていかなければなりません。しかしその議論の中にあっても国民の理解を最終的に得るための粘り強い慎重な落ち着いた議論それを進めていくということをお誓い申し上げましてこの憲法記念日にあたってのご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。